注いただいて、ますます皆さんの活動をお祈りをしながら、お礼のことをさせていただきたいます。本日はお祈りいただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。この会の趣旨、大変賛同させていただいております。この、皆さんの一人一人の力が、名古屋市民の方に伝わり、ひいては、日本、また先ほどお話があったように世界にどんどん広がっていくように、心から記念しております。このクリボラ展がますますというか、今回ね、成功に終わることと、ここにお集まりの皆様の、ますますの、現象を記念いたしまして、ご挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、CCDO 会長安藤様に乾杯の音頭を取っていただきます。よろしくお願いします。皆さん、グラスの方に、お酒をご用意くださいませ。建築から、ジュエリーに至るまで、15段階の名古屋デザイン都市89年の、出発以降、活動してまいります。それで今回、なんていうんですか、セバン鈴木さんの、メイスピーチ、もう20年弱前のメイスピーチですね。それを改めて YouTube でこう聞いてまいりました。勉強させてもらいました。さすが OAC さん、そのなんていうんですか、目配り気配りというか、こう非常にやっぱり長けてらっしゃって、目配り気配りができるから欲張りが後からついて、見事なビジネスをやってらっしゃる。本当に団体だといつも敬意しております。本当に皆さんのこう非常にこう大震災、ちょうどタイムリーにこう課題とピタッとこうあってですね、非常にさすが OAC さんのテーマだなと思って、とても難しかったと思うんですけど、これ、非常にいい原点に戻って、日本全国本当にこう支援の物資をこう行きたいと思います。皆様のご参加の、OAC の会員の皆様方、それでご参加のデザイナーの皆様方のますますの日本再生に向けての頑張りを記念しまして乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。朝日新聞社を通じて、義援金を、寄付させていただきますので、皆さん、余裕のある方はどんどんと入れていただけるようによろしくお願いします。募金箱は、左の方の、カウンター近くに置いてのですね、やっぱり原点というかすごい力というのをやっぱ改めて感じさせていただいた、いい、そういう意味でいい、自分でもいい経験ができましたし、なんかそういうことが少しでも、ちょっと短い記事の中ですけども、盛り込めればよかったかなと、思っております。すみません、記事に協力していただいて、写真の方ね、ありがとうございました。こちら、本当朝日新聞としてもですね、各会場で、それこそ各部署、各本社がですね、このクリボラ展に協力させていただいて、こういう全国巡回という形でこう上げていただくということは、本当にこちら弊社としても大変な喜びでございます。我々の新聞もその新聞広告を含めて皆様大変お世話になっている業界ですけれども、少しでも皆様の発展を、記念しましてですね、あとこのクリボラ展のますますのご発展をお祈りしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうも本当に高いところがすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。今回 の、 特別、審査特別賞の、3点をまずご紹介させていただきたいと思います。まず、クリボラ JAA 賞、アーツ様の作品、
こちらになります。続きまして、クリボラ朝日新聞社賞タックワンさんです。こちらになります。これを見て何かを感じて何かを考えてくれればありがたいかなと思っております。こんにちは。ありがとうございます。では、クリボラ朝日新聞社長タクワンさんの方お見お願いします。今回の、作品は、12歳の、セラン鈴木さんなんですけども、ベテランですけども、ちょうどその作る時に12歳の息子がおりまして、その息子の顔を見ながら、その12歳の子供にどう回答すればいいかっていうことを考えながら作りました。あと色は、ブルーとグリーンなんですけども、チャレンジ25の色を使って、また子どもやお年寄りに、分かりやすいビジュアルになるように心がけて作りました。今回また名古屋で一人でも多くの方に、見ていただけるように願っております。この2つありがとうございました。すいません、クリボラ大賞日本デザインセンター様です。目の検査ではございませんけど一応読ませていただきます。どこまでも続く青い海、まずありません、以上です。また今展示期間中なんですけれども、森蔵と吉五郎が、今日お呼びしたんですけれども、ちょっと森の方に、暗いから帰りますということで本日は来店がなかったんですけれども、また明日、11時から森蔵と吉五郎が、手配りで、案内状を配っております。皆さんよろしければまた改めてアンケートに答えていただければ、粗品をいただきますのでよろしくお願いいたします。それで人に立ちましょう。じゃあそういうことで、よー、はい、どうもありがとうございます。